1>, 1月31日、自公の衆院議員、2人の銀座クラブを忍び、深夜通い役職辞任には呆れたが、こちらのお忍びは、微笑ましい。女子ゴルフの渋野日な子22と、テレビ東京の野沢春日アナウンサー31の熱愛である。渋野が野沢アナに今月上旬、誕生日プレゼントを渡す様子や、お泊まりデートが発売中の写真誌、フライデーに報じられた。 昨年1月4日放送のスポーツトーク番組共演で知り合った二人。当初は複数で会食後、渋野からアプローチして、昨年秋頃から真剣交際に発展した。野沢ナは、明大国際日本学部を卒業。入社8年目のイケメンで、ジム通いの好きなサイマッチョでもある。21日付のアナウンス部、公式ツイッターの動画で、今年はゴリラのように、体も中身も大きくしたいと、抱負を語った野沢ナ。 関係者によると、明るくて気さくで、礼儀正しい。料理上手で強力子から、皮も作る餃子が得意と聞いているという。主に、朝の経済番組、ニュースモーニングサテライト。月金曜前、5.45の月、水を担当する。別の関係者は、努力家でゲストからも可愛がられるタイプ。通常、午前3時頃に曲入りして、昼前には帰宅できるので、朝の早い渋野さんと共有できる時間も多いのではと。 急接近の理由を挙げた。ただ、昨年末に新型コロナに感染。自宅療養中のため、渋野からのプレゼントも人を介してだった。しかも、同僚やな数人が濃厚接触者となり、年末年始の仕事ができなかった。それから間もない熱愛発覚とあって、本人は何とも罰が悪いようだが、恋の力は計り知れない。東京五輪や、米ツアー本格参戦を目指す、渋野も大きく成長させて欲しいものだ。 渋子と熱愛報道のテレ東野沢屋なに濃厚接触禁止令100件以上出された。写真誌フライデーオンライン版が28日に報じた渋子スマイルで国民的な人気を誇る女子プロゴルファー渋野のな子22の熱愛報道は日本中に驚きを与えた。最も騒然としたのはお相手である野沢かすがアナウンサー31が在籍するテレビ東京だ。テレ東は新型コロナウイルスの感染拡大対策で 社員の出社率2割、テレワーク7割を目指している最中、現時点でも3割弱の出社で、社員同士の接触も激減しており、熱愛を知る人物は、ほとんどいなかったようだ。野沢アナは、自ら1月2日の誕生日を、一人で寂しく過ごすことを自重気味に明かしていた。しかも寂しいから、仕事を入れてください、とまで言っていた。まさか、渋野選手から誕生日プレゼントをもらっていたなんて、一体どうなってんだ、という感じですね。 テレ東関係者。しかも、フライデーで報じられたように、野沢アナは昨年末に新型コロナウイルスに感染し、自宅療養していた。テレ東は看板経済番組、ワールドビジネスサテライト WBS で大江マリコをはじめ、キャスターら出演者がマスクを着用していることでもわかるように、他局に比べても感染防止策を徹底している。社員や関連会社で感染者が明らかになれば、リリースを出して公表しているという。 だからこそ、感染した野沢アナと、渋野選手との熱愛報道で、大丈夫なのか、万が一感染させてしまったら、など、局内は騒然としている。いじられキャラだけに、アナウンサーやスタッフら、仕事関係者は、夜の営みを、前提に濃厚接触禁止だ、などと野沢アナに連絡している。おそらく100人以上はいるのではないか。全道。 渋野をめぐっては昨年11月の JLPAG ツアー選手権利口杯でプレイ中の渋野に日本テレビのカメラマンが歌詞を手渡して撮影するお菓子騒動が勃発感染防止を無視した日テレの行動に世間から批判が起きただけにテレ東が神経質になるのも無理はない野沢屋那の元に届く濃厚接触禁止令が200を超えるのは時間の問題だろう 次のオーディオビデオでお会いしましょう渋野ひな子22がテレビ東京の野沢春日アナウンサー31との都内高級ホテルを泊まり「愛をフライデー」された出会いは昨年1月に放送されたテレ東のスポーツ番組への出演がきっかけだったようだ 2人とも大の大人で、隠れてこそこそする必要もないのだが、そこはやはり、開催されれば東京五輪金メダルの可能性が高い、日本ゴルフ界の宝であり、ファンやスポンサー企業の手前もあって、大っぴらにできない大人の事情もあったのだろう。ただ、女子プロの場合、絶頂期に恋愛が発覚してから不審に陥り、第一線から姿を消していったケースは、少なくない。 7年前2014年には、賞金女王に立ち、圧倒的な強さを誇った森田里香子をめぐり、トレーナーとの熱愛が発覚した。森田はその後、賞金シードを逃し、復活できないまま、今ではツアーにも出場していない。古くは他に含みが有名だった。日本女子オープン、日本女子プロ選手権と、1987年からの4年間で11勝、破竹の勢いを見せて、ポスト・岡本綾子の筆頭に名乗りを上げた。 ところが指導してきた父親やプロゴルファーの言うことを聞かなくなり成績は急降下恋人の存在が発覚した時期と重なった調子を落とすと彼氏ができたんじゃないのある女子プロがこういう恋愛するとホルモンの関係なのか肌が綺麗になったり胸が大きくなったりして筋肉がつきにくくなる。 ゴルフでは、飛距離が落ちたり、パットが入らなくなったり、ショットが曲がるなど、出てくる症状は様々ですが、女子プロが調子を落とすと、彼氏ができたんじゃないのと、すぐに噂が広まります。ゴルフと彼氏との付き合いを両立できて、成績を残す女子プロがいる一方で、夢中になってご飯を作ってあげたいと、ゴルフよりも恋愛にのめり込んでしまうパターンもあります。やっぱり女性ですす。から、らら恋をししたら体はは変化します渋子は悪いいいパターンにならなければいいが、 渋野子熱愛報道で一躍注目テレ東野沢春日アナの評判スマイリングシンデレラ渋子こと女子プロゴルファーの渋野日向子22との熱愛報道で一躍注目の人となったテレビ東京の野沢春日アナウンサー31野沢アナは高身長で爽やかでマッチョなイケメンです人柄もよくいじられキャラという一面もあるテレ東期待の男性アナですテレビ東京局員 野沢屋菜は明治大学を卒業後、13年にテレビ東京に入社。現在は朝の経済番組「ニュースモーニングサテライト」やゴルフなどスポーツ中継を担当している。2人は20年1月、放送の番組での共演がきっかけで知り合い、友人関係がスタート。同年秋ごろから交際が始まったそうです。爽やかで好感度の高い2人だけに、それぞれにお目が高いという声が上がっています。全室テレビ東京局員 フライデーの直撃には、突然のことで動揺したのか、えー、私なんで私と驚いた表情で、慌てて車に乗り込んだという、支部の選手だが、しぶコスマイル前回の交際宣言が待たれる。次のオーディオビデオでお会いしましょう。蝶がつくほど。 女子プロゴルファーの渋野日向子22サントリー HD 所属の熱愛がフライデーされたお相手はテレビ東京の野カスがアナ31だった渋子の彼氏がイケメンアナだった理由について関係者が明かす渋野は2018年にプロ転向し19年には英語全英女子オープンで初出場初優勝日本人女子のメジャー優勝は樋口久子以来42年ぶり2人目の快挙だった シンデレラストーリーを地で行く彼女の交際を報じたフライデー記事はざっと以下の通りである昨年12月の全米女子オープンを4位で終えた渋野は帰国後に自主隔離生活へ隔離生活を終えた直後の1月5日渋野が向かったのは都内の閑静な住宅街マンションから部屋着で出てきた男性にプレゼントを渡した11日と20日にも渋野と男性との高級ホテルでの密会を目撃 男性とはテレビ東京の野沢春日アナウンサーで2020年1月放送のトーク番組がきっかけとなり秋頃に交際が始まった女子プロ関係者によると渋野さんは腸がつくほど面食いで常にイケメンセンサーが動いているというか笑いイケメンを見つけると相手の目を凝視するんです周囲にもわかるくらいのロックオンですね ゴルフ中継にテレビ局から借り出されるディレクターとかカメラマンとか音声さんなどと選手とは距離は自然に近くなる環境にありますね。それで脈が少しありそうなら「食事行きましょう」作戦です別の女子プロ関係者にも聞いてみると結構積極的にアプローチするタイプだと言われていますね。以前は宮里愛さんが面食いとして知られていて各テレビ局は「愛ちゃんシフト」を敷いていました。 渋野さんの場合もそろそろそういう体制が必要かもねといった声はありました今回の熱愛報道でそれがどうなっていくんですかね早朝2時半出社そんな渋野プロのハートをい止めた野沢アナは明大を卒業後2013年にテレ東に入社すでに退社したスミレーナアナ30と同期だ朝の経済番組「ニュースモーニングサテライト」を担当しその日は早朝2時半ごろ出社になるという。 筋トレがが趣味で、で体力には自信があるみたいです。ゴルフはもちろん卓球などのスポーツ中継を担当していて安定感がある民放穴は大抵そうですが誠実そうなイメージ実際かっこよく愛の不時着にイケメン役で出ていてもおかしくないなぁと思って見ていました女性感についてはかか、ななり厳しいといいいととうか彼もとてもて食いみたいなんですよね。女性たちの前では言いませんけれどストライクゾーンが狭いというか 評価はからめというか、あの娘はちょっと、あれだよねとか、相当細かい笑い、結婚願望もそんなになくて、独身貴族を謳歌するんだろうなぁと周辺は見ていたようです。渋野さんと結婚もありだとしたら、これまでの野沢さんと、まるで逆なので、結構驚きですよ。ゴルフ担当記者によると、中継で野沢アナと渋野さんは、接点があって、19年の終わりぐらいの番組で、渋野さんがインタビュアーとして、 彼を指名したようですそれがその後のトーク番組での共演につながったんだと聞いています職場恋愛はどのように発展するか週刊新潮エェブ取材班2021年1月29日掲載次のオーディオビデオでお会いしましょう